浅草にぎやかでいいな。アポもなしに押しかけていいのか。第七の人は細かいこと嫌いなんですよ。というかなぜ火花大隊長まで。コンロが電動車とつながっているかもしれんのだ。シンラはお人よしすぎて騙されかねないからな。だからコンロ中隊長に限ってそんなことないですって。お、第八の兄ちゃん、今日はどうしたんで。コンロ中隊長にお聞きしたいことがあって。ここにはいねえよ。町外れにある物置小屋の方に一人で行っちまった。ならそっちに行ってみます。ありがとうございます。ところで兄ちゃんも隅に置けねえな。べっぴんさん連れて。彼女か。彼女違いますよ。この人は第五の大隊長です。大隊長。彼女すげえまんざらでもねえ顔してっけど。Safe and sound.